こんにちは。アナリストクロちゃんの技術が未来を作る。今回はですね、スタジオを飛び出して、新宿御苑で開催されておりますこちら、琉球鮎展、こちらの方に来ております。琉球鮎、こちらの方ですね、沖縄の島から10年以上も前に絶滅した鮎です。これをですね、蘇生させようとする会の皆さんの展示会です。一度絶滅した種をですね、蘇生させようとする皆さんの志と、そして技術、これに注目してみたいと思ってます。それでは早速行ってみます。沖縄と奄美の固有亜種琉球鮎、沖縄では正式な名前がつく10年以上も前に絶滅してしまいました。現在、琉球鮎を蘇生させる会の活動によって、沖縄の川にその姿が戻りつつあります。絶滅した背景には河川環境の悪化のことが原因と考えられています。今回はそのあたりも詳しく見ていきたいと思います。これやっぱり尾びれが大きいよな。これ絶対尾びれが大きいですよね。こちらが琉球鮎で、こっちが普通の鮎ですね。絵的にはこれこっちに圧倒されますけど、でも琉球鮎のこの尾びれの大きさと、あと背びれのこうピョッと広がった感じ、面白いですね。そうですね、いくつか資料を読んでたんですけど、こういった沖縄の島の川の河川の環境の悪化が原因にもなってるみたいなんですけどね。その辺難しいですよね。やはりどうしても周りを開発すると泥が流れ出して、で台風も多い地域ですし、一旦こういうふうに河川が流されるとやっぱり鮎にも難しい状況になっちゃうんでしょうね。最初蘇生させる会の皆さんは、高知大学、こちらの方で、稚魚を入手されまして、そして人工産卵、受精、こういった種苗技術を、駆使されながら、そしてまた和歌山県の内水面漁業センター、こちらの方からも稚魚を入手しながら、そういう努力を続けられて、今現在、沖縄の方にも復活しつつあるという、そういう復元の状況ですね。だん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 平成22年でここまで戻ってきたそうです。アナリストクロちゃんが学生だった時に、私の先生がまさにこの国頭村というところでメタン発酵の仕事をされてました。沖縄県で豚肉の消費量が多いということで、非常に養豚の盛んな村でした。そこでメタン発酵という、そういう処理をやったんですけど、やはりもしかしたらその養豚業というのも原因になってるかもしれませんね。どうしても排水が増えますんで、はい。資料を読んでおりましたらですね、普通の鮎と琉球鮎の違いの中で、明らかに体の中のタンパク質の構成ですとか酵素の構成が違ってるみたいです。でこう形態的に見ると、私この背びれ、ここが一番特徴があるなというふうに思ってました。非常にこう大きい、なんていうかな、コンパクトにまとまれると、まとまってるんだけど縦に大きいんで、あと尾びれですね、尾びれが大きいんですよね。そうですね、やっぱりこういう風景っていいですよね。蘇生される会の皆さん方はですね、子どもさん方に放流をさせてあげたりとか、そうですね、観察をさせてあげたりとか、これによって沖縄の川、琉球鮎が戻ってくる川の大切さっていうのは、環境教育もやられています。私自身のその知見なんですけれども、
琉球鮎が戻ってくるっていうのは一つの現象であって、それが戻ってくることの意味というのはその周りにまつわる河川環境が戻ってくる、そして水中微生物、そして他の魚の種も戻ってくるということで、河川全体がもう一回復元されるということで非常に大切なことなんだなというふうに思ってます。でやっぱりこう私も田舎の生まれなんで、こういう風景ってすごいこう親しみがあるんですけど、黙っててもアユがいっぱい戻ってきて、それでホタルがいっぱい出てきそうな、そういう風景ですよね。こういったところを私自身の子供にも見せてあげたいなっていうのは本当正直な気持ちです。残念ながら沖縄の島ではこういうふうな状況になったらしいんですけれども、鹿児島県の奄美大島の方ではまだ自然に繁殖している琉球アユがいるそうです。沖縄県と鹿児島県の連携で今でも、そうですね、こう昔に戻そうというそういうふうな活動がなされているようです。それからシンポジウムであるとか拡大会議の開催をも行っております。1992年高知大学が一部持っていた、和歌山県に、ね、持っていたのがうまい具合に育ったようで1000尾いただきまして、前年度の失敗の原因が分かったもんですから、原価側の支流の水を引いて水温が下がるもんですから、その時やっと初めて打が発生が進んで第1回目の稚魚ができたと。はい、シンポジウム、聞いてきました。研究者の方で行政の方、そして一般人の方、そうですね、土曜日のお休みにもかかわらず30名から40名いらっしゃって、非常に活発なご意見、お聞きすることができました。どのようにしてですね、その琉球アユこれが一度沖縄の方で絶滅したのが、ダムを通じてですねそれが復活させることができたか、非常に楽しく伺うことができました。とっても勉強になりました。たまにやっぱりこういうふうに外に出てきて人のお話聞くと、非常に刺激を受けて勉強になります。以上です。